はい、ということですね、今回ですね、キャンピングカーオーナーズ、こちらのクレアのオーナー紹介していただこうと思っております。はい、もう今回ですね、もうこのクレアも顔面からもうちょっともう違う感じがしますので、どの人が乗ってるのかっていうのもね、もしかしたら見てる方の中でもうお気づきかもしれませんが、今回ですね紹介をさせていただこうと思っております。早速ですね、オーナーの方には中で待っていただいておりますので、お邪魔したいと思います。じゃあちょっと、あ、いいですか。はい、どうぞ。お邪魔します。どうぞどうぞ。ちょっともう出来レース感すごいですけど、はい、よろしくお願いします。ゆうすけさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと早速お邪魔させていただきます。はい、どうぞ。いいっすね、真っ黒。真っ黒、そうなんですよ。とりあえず真っ黒。はい、黒でちょっと揃えさせてもらって。じゃあちょっと今回、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけども、はい、シートとこの机これもう何ですかっていう、はい、そうですね、もうこの H&G さんの、はい、テーブル、これ2代目ですね。こちらのテーブルですね。はい、そうなんですよ。これなんか前回のテーブルと何か違うんですか。そうなんですよ、新型に乗り換えの時にちょっと作り変えていただいて。あ、はいはいはい、はい、まあ、形は基本的に一緒なんですけど、はい、ここにこうドリンクホルダーが2個あったりとかっていうのは一緒なんですけど、ここにこう電源をつけてもらいました。あ、コンセントですね。はいと USB の、子供たちが結構携帯触るので。いいですね、 USB がついてるんです。そうなんですよ。へー、これ使う時ってインバーターを。あ、そうですそうですそうです。あの、この座席の下にコンセントつけてるんで、はいはい、ここから線が出ててヒュルッとこう下に差しとけば、はい、ここに、まあ、タコ足みたいなもんですよ。で使えるようになります。いや、すごいですね、このテーブル。早速こだわりが強いですね。そうですね。自分の中ではこの H&ファクトリーさんのテーブル経験しちゃったらもう離れられないというか。いや、そうですよね。はい、あとはですね、はい、新装備で引き出しを作っていただいて、ここの足があるんですけど、はい、そこまでのこう幅でこうやって。あ、こんなのできるんですね。そうなんですよ、今回作り変えてもらうにあたってですね、これできるんじゃないかなっていう無茶ぶりをして。意外とエアコンのリモコンとか、はい、テレビのリモコン邪魔なんですよ。いや、そうなんですよ。だいたいなんかこの辺とかに置くんですけど、このテレビのリモコンが異常に長くてこうなっちゃってたんですよね。はいはいはい、これがすごい気になっててカタカタ言うし、はいはいはい、それでこれを、まあ、そうなんですよ、このリモコンがとにかく直せたらいいなと思って。これはちなみに HG ファクトリーさんの方で言えば作っていただけるものなんですか。はい、もうオプションになりました。あ、そうなんですね。はい、こちらですね。そうです、このロゴも入れてもらいました。概要欄の方にですね、はい、インスタグラムのアカウントを載せさせていただきますので、そちらの方でね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。いや、本当に最高なんで。いや、いいですよね。そうなんですよ、どんどんなんか日々進化してますよね。いや、本当にすごいです。なんかこういろいろ形にしてくれるんで何でも言えちゃうのが、はい、いや、いいですよね。もうあのシートとこのデザインが合ってるじゃないですか、この色と。ありがとうございます。この辺がおしゃれですよね。あ、そう、やっぱ 黒、はい、黒がやっぱ自分の中で色が好きなので、あとこの黒レザーはしたくてですね、はい、ちょっと無理をお願いしてやってもらってですね、はい、これちなみに乗車定員は通常のまんま6人、はい、いや、ですね、ダブルタイヤになって、はいはい、であの7人になりました。あ、そうなんですか。そうなんですよ、だからこう運転席に3人乗れるように。あ、じゃあここ2人の、はい、ここ2人の、はい、前が3人、はい、これシートを新しくというかレザーにしてもらって、はい、もうこれはシートベルトとかは変わらず使えるんですよね。はい、今中に入れてるんですけど。そういうことですね。はい、じゃあ普通に使えるってことですよね。使います。めっちゃおしゃれですね。結構座り心地がなんかちょっと、はい、どうぞ、ちょっとこう上がった感じがある。これ何個、これ一緒っすか。一緒なはずなんですけどね。なんかそうなんですよ、ありますか。はい、結構側が良くなって。いや、いいっすね。この真ん中の、はい、こうパンチング素材のやつはもともとナッツさんに設定されてる素材なんですけど、はい、この黒一色だとちょっとあれかなと思って、ちょっとそれを間にですね、はい、こう切り返しに作ってもらいました。いや、これいいっすよね。そうなんです。あ、本当だ、よく見てもここだけパンチングレーザー。そうなんですよ、ちょっと違うからですね。こんな感じでちょっとデザインが違います。これそっち側もそうですか。はい、一緒です。こっちも、はい、全部ここもですね、ここも座席なんですけど、はい、ここも全部いいですね。はい、合わせてもらってます。これちなみに、はい、いつもそのゆうすけさんが使われる時って、はい、座席のスタイルってこのスタイルですか、それともあのあれにしちゃいます、お座敷とか。ああ、うちはですね、はい、基本的にこれが多いですね。
あんま座席はじゃあ変えずにこのスタイルで。そうですね、結構これで慣れてしまって、はい、で夫婦2人でちょっとこう時間があって飲み直したいなみたいな時にこう座敷スタイルにしたりとかっていうのはするんですけど、でも基本的にはこのスタイルがベースですね。このスタイルが多いです。ちょっと気になったんですけど、このシートと同じようなこの色の感じで、はい、仕切りカーテン。そうなんですよ。これあれですよね、はい、これも H&G さん。そうですよね。でしかもこれロゴが入る前のやつですね、はい、そうなんですよ。僕もこれ初期型です。一番最初に作ってもらったやつで、これいいですよね。そうなんですよ。やっぱりここが普段だと見えちゃうんで、それもきっちり隠してもらえるのと、はい、あとやっぱり断熱性も高いもので作ってもらってるので、はいはい、これも僕も使ってるんですけども、これがあるかないかで全然違いますよね。ですよね。これ裏もこういう感じになってて、そうこれ夏もエアコンの効きを変えてくれるし、冬は熱を逃がさないでくれるん で下もね、これ結構少し長めになってるんですよ、ね、はい、そうです逃げづらくなってるんで、はい、やっぱこれ使われてますね。夏だと本当分かりやすい。このエアコンつけて冷やしてて、ちょっと運転席側にこう手入れるともう全然違うんで、温度差がですね。やっぱり断熱性能も高いのかなと。もう逆に標準のあんま使わないですか。はい、下ろしてます。まあ僕も下ろしてます。そうですね。それぐらいですね。これもかなり良いので、テーブルをね作っている方と同じ方が作っておりますので、はい、ぜひねこちらも合わせて見ていただければと思います。はい、はい、ちょっと今棚の紹介をしていただくんですけども、はい、ここは基本的にはガスが入ってるんですかね。そうですね、ガス管をやたら多くストックしてるっていうと、はい、でも一番使いますか、ね、そうなんですよね。結構やっぱガスが多くて、はい、であとはコップ類ですね。なんかいろいろ欲しいの買っちゃってたら、たまりにたまって収まりきれてないっていう、そう最初はみんなこれに収まるんですよ。そうなんですよ。だんだん増えていく。なんかいいのがあったら買ってしまって、どんどん、はい、別のケース入れてますと、あとはこの歯磨き系ですね、はいはいはい、ヒゲ剃りとか、はい、キャンピングカー用にヒゲ剃りも買って、はい、ここにあ、じゃあもう一式置きっぱなしで、はい、置きっぱなしです。あとはですね、はい、シングルバーナーとか、これスノーピークの、あ、そうですそうです、折りたたみの、場所取らないんでいいなと思って、はい、ああ、はい、いやこれも常備ここに、そうですそうです、結構入りますね。そうなんですよ。これもシングルバーナーで買いすぎなんですけど、なんかこんな使わないんですけどなんかどんどん買っちゃって、はい、こうやって見ると結構入ってますね。いや結構入ると思います。この100均のやつで間仕切ると意外とこの中にバコバコ入れれるんで、すごく重宝してます。この辺もちょっとこうあんまり移動しないように、はいはい、こう袋でガチャガチャ言わないように、はい、ガチャガチャ言わないように。これ結構あるあるですよね。そうなんです。キャンピングカー結構揺れたりするんで、そうなんですよ。意外とこの棚の中のものってガチャガチャしちゃうことが多くて、こいつ意外とガチャガチャしないですよね。なんでか分かんないですけどね。ハマってんすかね。ハマってるんかもしれないですね。こんな感じなんですね。ガス入れてる人初めて見ました。あ、本当ですか。ここ確かに言われてみる一番使うから、基本的によく取るやつをやっぱこっちに置くように、ね、一番使うから。実はこれが一番理にかなってる気分。ああ、ありがとうございます。でも誰もやってなかったです。あ、そうなんですね。で、これ上って何ですか。上はちょっとしたこう棚になっててですね。これ実は前のクレアより狭くなってるんですよね。そうなの。はい、前入ってたものが入らなくなってて、あ、違うんだと思って。微妙に違うんですね。なんか微妙に違うみたいですね。まあでも基本的にここはあんまり使わない感じですか。一応ですね、室内用の、はい、充電ケーブルを、これもまた外部充電のケーブルですね。これ2メートルサイズのやつを別途作ってもらって、はい、これですねちょっと撮影しにくいかもしれないんですけど、そこにその下に、はい、外部充電のところを、はい、取り付けてもらって、でその上にですね、ちょうど僕ポータブル電源をよく置いてるんですよね。ああ、ここにですね、はい、はいはい、でそこに挿して内部充電させるときに、そうですそうです、それ用の2メートルサイズのコンセントを一応、はいはいはい、おしゃれですね。それも黒にしちゃったんですね。そうなんですよ、もうこだわりでどうしても純正がブルーなんで、はい、あ、そうですよね。やっぱ黒白の車体にちょっとブルーは目立つなと思って黒にしたくてですね、はい、持ち込んでですね、なるほど、はい、こう取り付けてもらったような感じです。はい、こだわりが強くていいですね。いいです。これを、まあ、はい、置くのと、あとはこのカーテンを畳んで上に、はい、置いてます。これですね。そうですそうですそうです。HG ファクトリーさんのやつをここにしまう感じですね。ここにバコッとこうかませて、はい、そう、ちょうどいいんですよね。で、こちらの棚が、はい、こちらは主にお皿関係
を置いてます。ちょっとね結構詰めてるんであれなんですけど、これは結構詰めてます。めっちゃ整理されてますね。でも性格というかもう A 型なんで。すごいっすね。なんかきっちり。えこんななんか撮影のために整理されてるぐらい。いやしてないですよ。いつもこんな感じ。本当ですか。はい。すごいっすね。ちゃんと全部収まる。はい感じで、お皿もちょっとこう黒とか。そこも。そうなんですよ。でこのシェラカップもだいたい、はい、黒とかで合わせてます。あとフライパンですね。フライパンを置いてたりとかしてます。あじゃあ逆に調理系器具はここにあって、あそうですそうですそうです。まああのバーナー系もこっちにあって、ここに揃えるんですね。そうですね。お皿もやっぱ結構紙皿とか頻繁に取ることがあるので、はい、すぐ取りやすいようにしてます。なるほど。はい。これでそのまんましまえるんですかちゃんと。そのまんま全然入ります。これだけはちょっとこう横に入れてこう縦にしないと入らないんですけど、 はい、高さのあるあとも全然問題なく、なんかちょうどいいんですよねこの100均のやつが。違うすごいっすよ、マジで整理。あ本当ですか。これなんですか。はい、もうずっとこれです。すごいっすね。何も全然もういつもこのまんま。キャンピングカーあるあるってここ開けると物飛んでくるんですよ。あんまりないっす。性格なんですかね。性格だと思います。自分の部屋より綺麗にしてるんで。反対側あとここですね。はい、ここに棚があります、ね、ここにも棚が、はい、でこっちはですねどっちかというとこうおやつ系を置いてます。子供たち結構お菓子食べるんで、はいはいはい、なんか一応ストックで、はい、そうですストックで、あとご飯、砂糖のご飯系ですね、はいはい、とかあとキッチンペーパーとか、あとはトイレットペーパーですね。たまにあの道の駅とかで切れてる場合があるんで一応ストックで、はい、置いてます。ここ意外と日用品関係ない。そうですね、まあ、ここもやっぱりお菓子頻繁にみんな取るんで、なんか取りやすいところに置いてます、はいはいはいね、でまあそれも一応ちょっと2つ置いて、はい、今度は横置きですね。今度こっちの方がちょっと狭いんで、あ、確かにこっちよりですね。そうですね、はい、こっちの方が深いですもんね。そうなんですよ、ね、横置きにして、はい、一応まあここが C っていうなら、はい、一番あのお菓子がたまに落ちてくる場合がある。いやでも綺麗ですよ。ちゃんと入ってますもん、ね、押し込まれてないですもんね。そうですね、一応まあこんな感じで。あ、はい、この棚の上もあれがあるんですよ、スペースが。あ、そうなんですよ。ここもやっぱり前のクレアよりちょっと狭くなってて、ここ何を置いてた。あ、これミニ掃除機置いてます。あ、掃除機。はい、こういうちょっと筒状のこういう掃除機があって、えこれを置いてます。掃除機なんですか。これ掃除機です、ほら。そうなんですそんなのあるんですね。そうなんですよ、コンパクトで、しかも後ろからあの排気するんですけど、ブロワーにもなるんですね。なるほどなるほど。結構あの風が強いので、はい、ドアのところにこう石が溜まったりするときに、はい、あれ取れないんですよね。取れないですよね。それでちょっと少しでもあの飛ばせるようにしてます。あとはこう口も入ってるんで、あ、普通にじゃあ掃除機の時もで使える感じです。溜まったら普通にそこ開けるだけで、はい、パカッとして、ハイクロン式みたいな。そうですそうですそうです。簡単に一応処理ができるんで、なんか怪しい通販ですね。そうですよね、まあ、みんな黒っていう。そう、この赤だけ気になるんですよ。、はい、キャンカー用でちゃんとコンパクトになってるからいいですよね。そうですね、意外と幅取るんですよね、掃除機とかって。それがちょっと嫌で、はい、まあ、ここの、まあ、あんまり使わないスペースに収まる、入るぐらい、はい、これはもうほぼほぼ使わないんですけど、まあ、子供たちが暇したようにファミコン、はい、ミニスーパーファミコン。まさかのもん出てきました。この中にあの16本ぐらいソフトが入ってるんで。あ、内蔵してる。そう、内蔵してるんですよ。ちょっとあれですね、あの最新になっちゃったんですね。そうなんですよ。で、うん、コントローラーだけは既存の大きさなんでやりやすいんですよ。めっちゃ軽いです。ちょっと待って。おもちゃですか。すごいですね、これ車に入っていて初めて見ました。で、HDMI 端子でつなげると、はい、最新遊べるっていうんです。もう最初結構やってたんですけどね。そんなもんですよね。そうですね、キャンピングカー用に買ったんで一応積んでるって感じです。これも本当は結構もうちょっとすんなり入ってたんですけどね。あ、じゃあ前からここに入れてたんですか。そうなんです、前のクレアで。そうですそうです、もう一緒です。みんな使い方やっぱ違うから面白いですね。そこも棚ですね。そうです、こちらですね。これは3、3つになって、はい、ここが両開きで、あ、はいはいはい、でここが1面って感じです。あ、はいはいはい、はい、手前の両開きから大丈夫ですか。はい、大丈夫です。まずはですね、みんなケースですね。
そうなんですよ。すごいっすね。これはやっぱラップ類、こうくっつかないアルミホイルとかサランラップとか、はい、これあの洗い用品ですね。スポンジとか洗剤。なるほど、はい、それもそこに入れるんですね。そう入れてます。であとはゴミ袋、これあのゴミ箱、ダストボックス、はい、はいはい、でここにあのゴミ袋をこう、あ、はいはい、取り付けられるんで、はいはいはい、ゴミ箱用に一応ちょっと取ってるような感じです。これなんかあれですね、いいサイズですね。そうなんですよ。でかいんですよね。そうですよね。いやあのうーちゃんねるさんの動画見て、あいいなと思って、高いなと思っててちっちゃいの見つけたんで、ここにですねちょうど置けるなと思って。そうなんですよ。あとはまあボール類ですね。となぜかこれが2つこれでもうちも2つあるんで。あそうなんですね。なるほどなるほど。スノーピークの、あのまな板、はい、そうです。これ便利ですね。これ便利ですね、はい、これもロゴスのまな板ですね。こっちが結構使うこと多くて、面で見た時こっちの方が使いやすいです。そうなんですよね。もうでこのまんまこうお皿にもね、なりますもんね、はい、できるんで結構これが多いです。あとはもうあんまり登場してないですけど、こう鍋敷が入ってます。これでここも結構入りますね。結構入ります。これボーンってこういうとこないんですよ。あそうなんですか、ね、普通にでかいのもドーンなんで。ああなるほど、ちょっと違うんですね。やっぱ一応ちゃんとこう2段になってるんで、あはいはいはい、はいはい、かなりいいっすよね、はい、収納はしやすいなと思います。今度奥、はい、はい、ここは調味料入れにしてます。めっちゃちょっとようやくあれですね、ちょっと鉄の部分でようやく出てきた。そうこれあの買いすぎて入りきらないっていうやっと出てきました、ね、一応いろいろこれが結構うち大好き。あこれうちも使うんですよ。あ本当ですか。クラススパイスこれお肉最高ですよ。めっちゃうまいですよね。息子が大好きでもう切らせれないので、このぐらいになったらそうストックしてるっていう感じですね。あとは掘り西とか、はいはい、あ一応じゃあ一通りは、はい、いろいろブラックペッパーとか塩とか、ね、買い忘れるんですよね。そうなんですよ、この手って。そうなんですよ、入れとかないと、はい、賞味期限はちょっと気をつけながら、はいはいはい、ちょっとこう入れ替えたりしてますね。はい、で上が、はい、これもう賞味期限切れてんじゃない。あ切れてるな。あよかったっすよそういうの出てきていやこれ多分あの納車して最初に非常食って思って入れてそのまんまっていう、はい、これ2020年って書いてあるそういうとこ出てきて。あとはですねちょっとこの季節いいなっていう圧換気ですね。あ、はい、こういう風にですね。いや僕はもうこれを見て宇宙の圧換気ありがとうございます、はい、これほら去年それこそここの和歌山で丹波県の時にやったじゃないですか。そうだそうですね。それで見てこんなんあるんだと思って、そうめちゃくちゃ良くて、ただ同じの買うのはなってちょっと変えた結構酒飲みなんで、はいはい、この1個1個じゃ足らないなと思ってその2個これを飲み終わったらまた入れてこうしときゃ今度こっちを飲んでる間にこいつが温まるっていう。あそういう発想ですね。そういう発想ですでまあいろいろこう、はい、ぬる缶とか、あ結構これ設定できるんですね、はい、ちゃんとひれ酒までできるんで、で温度が上がれば保温してくれるんで、でこのサイズ感だと確かにここに収まりますもん、ね、そうなんですよ、入るんですよ。こう綺麗には入らないのでちょっとここだけは外すんですけど、しっかり入ってくれるんでめちゃめちゃ便利です。いやこういうちっちゃいアイテム重要ですよね。いやそうなんですよ、キャンピングカー、はい、そして黒なんで黒押しで申し訳ないんですけど、本当にもう全部同じ製品に見えてましたでごめんなさいちょっと1個気になったんですけど、はい、この棚と棚の間にあるこのレールって何ですか。これでしょう、はい、これもですねテーブルと木の間仕切りカーテンのメーカーのですね、はい、AJG ファクトリーさん、あそうです、はいはいはい、のハンガー掛けというか、洗い物とか、はい、タオルを干したりする場所ってないじゃないですか、なのでハンガーを掛けて。そういうことですか。そうなんですよ。なるほど、だからカーテンがついてるわけじゃないんですね。そうなんです、一瞬カーテンレールかなと思ったけどここで引っ掛けるんですねハンガー。そうですそうです。なのでランタン吊るして照明をいい感じにしたりとかっていう使い方もできるように。これでもクリアじゃなきゃできないですね。そうですね、ここに、はい、もともとここに3つ、はい、あの穴があって、あドライバー外して、ね、そうなんですよ。なので穴一切開けずに。あじゃあこれはもう本当に加工なしで、そうですそうです、本付けでできちゃうんですか。はい、でこれはちなみに販売してるんですか。これも、はい、注文できます。これじゃあクレアノリはもうそのまま いけますいけます。これいいっすね。ですごいのがですね、僕これ前から知ってたんですけど、はいはい、運転中にこれが移動するんじゃないかなっていうのがちょっとあったんで、音が気になるんじゃないかなと思ってすぐ注文しなかったんですけど、あガチャガチャって、そしたらこういうですね、これどうですかって言ってこうやってストップできるように、あ、はい、それでこれがついてる。そうなんですよ。
これなんでこれなんだろうと思ったんですか。そうでしょう。まあ元々音は鳴らなかったらしいんですけど、まあ、心配であればということでこのストッパーまで作ってくださって、こんな感じでちゃんとエンドもここまで使えるから。そうなんですよ。もうここなんかデッドスペースなんでですね。そうですよね。はい。いやこれいいっすね。邪魔にならなくて。寝る前とかここに干しちゃえばいいですもんね。そうなんですよ。これめちゃくちゃ便利。これめっちゃいいです。ごめんなさい。じゃあちょっとこの流れでそのままこのキッチン、はい、キッチンしていただいてもいいですか。はい。初っ端なんですけど。はい。これどうしたんですか。これあのマジタイルをですね。本物。本物です。はい、本物のタイル。本物のタイルを家とかお店で使うようなタイルを貼ってもらいました。これはもう完全に独自で業者を見つけてもうやられてる感じですよね。はい、自分とこの家を建てた人にお願いしてつけれるかとちょっと一応聞いて、はい、キャンピングカーにつけたの初めてって言われて、まあ、しっかりっ、ねはい、つけてもらいました。かっこいいですね。こんなありそうっすよ最初から結構やっぱここが真っ白なのがちょっと気になるなっていうのがあったので、はいはい、まあポイントとしてなんかできたらなと思ってちょっと無理をお願いして、厚さがですねちょうど6ミリぐらいのタイルになるんですよね、はいはい、厚さが6ミリ出るってことはですね、はい、これが閉まらなくなるんですよね。あ、はいはいはい、なので、まあ、ちょっとこれ上げてもらって、上げてもらって、はい、これも一応閉まるようには。本当だ、よく見たらこれそうですね、スペーサーじゃないですけどなんか。そうなんですよ。あ、これ下もやってるんですね。そう、ここも、はい、やってもらってる感じです。すごいですね、はい、なので問題なくですねできるようになってます。これ結構やっぱお気に入り。これかっこいいですよね。そうなんですよ。キッチンは、はい、このシンク、シンク、はい、シンク使います。お恥ずかしいですけど、はい、1回も使ったことないですね。そうですよね。だって綺麗ですもんね、はい、基本的にじゃあ水はあんまり使わない。一泊が多いんですよね。それだともうペットボトルで使った方が、はい、やっぱタンクに入れ替えっていうよりは。あ、じゃあ水自体は使ってるんですか。水自体は使ってます。だから基本的に僕はあの車中泊するのがもう RV パークとかが多いので、その流しは基本的にあるんですよね。なるほど。だから洗い物だったり歯磨きとか、はいはい、まあ、そこでできるから別に困らないです、ね、そう、もう飲み水としてコーヒーのためにとか、はいはい、そういったことしかほぼ使わないので。ちなみにこのガスのとこあるんじゃないですか、ツーバーナー。はいはいはい。これも使ったことあるんですか。これないです。なんかもうここまで来たら汚したくないっていうか。そうなんです。むしろじゃあこれ逆にこれがレスにできたらレスにしたい、はい、あ、したいです。あ、はい、そうなんですね。やっぱちょっとね、強化ガラスといえどガラスなんで、あ、ちょっとやっぱ気使うんで。そうっすね、まあ、まあキャンピングカーの構造上どうしてもまあいりますからね、必要に進化が必要になっちゃうとかもあるんですけど、はい、まあ、理想としてはなくても別に困らないってことですね。今の使い方だったら困らないですね。じゃあ結構旅先ではもう買って食べるスタイルが多い、はい、いや結構それがまた、ね、はい、作るんですよそうか、RV パークだからできちゃうんだ。そうなんですよ、洗い物とかができるんで。なるほど、そういう時点でもそうっすね。そうなんです、いらないっすね、水で。そこであんまり困ったことがなくて、本当にこう1週間以上とかの、はいはい、長期旅に出たらさすがにいるなってなるのかもしれないんですけど、はいはい、逆にじゃあ短期で出る分にはそこまで必要としたことがないってことですね。ないですね。家族で出かけて、はい、一回もないですね。20リッターでさえいらないってことですもん ね、 ね。結構20から60に変える人とか80に変える人っているんですけど、はい、そもそも20が使わないから、まあ、短期の旅しかしなければそれでもいい。そうそうです。一応やっぱりちょっとあの防災のためにタンクは積んでます。何かあった時に、あ、すぐに行けるように。タンクも下ろしてるとかだったらです ね、 ですね、意味がないと思うの で、 うで、ね、タンクはもうしっかりこの下に、はい、あ、じゃあいつでも使えるようになってる、ね、はい、あ、そうですそうです。そこだけはちょっと、はい、目的がちょっと変わっちゃうので、はいはいはい、やっぱり何かあった時のためのようにも買ってるので、はい、なるほど。あの木は使ってるというかですね。いや、はい、じゃあキッチン続きいっちゃうんですけど、はい、引き出しが1箇所あるんですね。あ、はい、こちらに1個ですね、はい、はい、ここは、まあ、箸とかハサミとかですね、はい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 、これあのウーチャンネルさんのちょっと参考にしてもらって、ケースのやつですね、はい、カトラリーケースをちょっと教えてもらってそのまんまあのはめ込みました。あのウーママに教えてもらいましたあ、サイズがちゃんと合うやつ。そうです、何使ってんのこれだよって言ってくれたんでですね、ちょうどこの専用ケースみたいのを買ってその横にですね、はいはいはい、スペースが余ったんで。あ、まあでもちょうどいいですよね。 そうなんですよ、ちょうどよくて。ここもなんか裏がないっすよ、ね、こういうナイフとかですね、はいはい、お箸とか。あ、僕お腹弱いんでまさかのそうなんですよ。あとは子供たちが結構車酔いするんで後ろに乗ってると、はいはい、なので酔い止め、はい、酔い止めも一応積んでます。こういう風にやるとなんかちょうどよくてですね、まあ、そのまま出せますしね。そうなんですよ、すごい便利です。使い方は綺麗ですね。いえいえ、これ下もそうなんですよ、下もあって、ここがまずあの縦長のこう引き出せるやつになってて、はい、これ今の方もあるんですね。ほぼ酒ですこれでも結
構入りますね。いやこれもかなり重宝してますね。まあ、一応ポン酢とかは入ってるんですけど、基本的にあのこれ全部焼酎ですね。ここ3つ全部焼酎です。これも焼酎です。いやこのこれなんかおしゃれですね。これすごいでしょ。これなんですか。これ見ていただきたいんですけど、これですね、普通の焼酎の瓶なんですけど、はいはい、そこにですね、これ機械なんですけど、これを刺すんですよね、はい、でここを蓋をこの口を開けるとですね、こういう風にプラスマイナスで数字が出てくるんですよね。これ 100ml って書いてるじゃないですか、はいはい、でこのコップ、そういうことですか。はい。今のは途中でやめましたけど、はいはいはい、ずっとやってると 100ml まで止まるんです。え、これめっちゃ便利ですね。いや、めっちゃ便利です。中がですね、皮膚規模みたいにこう伸びるんで、一升瓶にも対応してるんですよ。え、これって普通にウイスキーとかでも使えます？あ、使います使います。ハイボールする方とかこれを2個買って炭酸と、ね、なのでいくら酔っ払ってもあの数量間違えないっていう、あのなんだろうこの通販。これも激推しで買いそうな雰囲気出ちゃう。そうなんですよ。だからもうあのここのプラスマイナスでこう設定できるんですよね。はい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 。こうしとけばもうずっとどんなに酔っ払って でもちろんこう途中でやめることもできるんで、はいはいはい、これでもまたサイズ感がいいっすよね。そうなんですよ。キャンカーに詰めるサイズのものを探すのうまいですね。そう、ちょうどここに入るんで、ね、それはみ出ないんですもんね。そうなんですよ。でこの横が、はい、ここがちょっと開き戸になってて、ここはですね、逆にあんま使ってなくて、ここにあのコーヒー、はいはいはい、こういうコーヒーの、はい、やつを入れてたりとか、はい、これもコーヒーセットですね。あのミルとか、あ、はい、をここにガリガリするんですね。そうですそうです。でその下はそのガスなんで、ここの、あ、そうか、はい、これのガスですね。そうですそうです。なのでそこはもう何もほぼほぼ入れてない。使わない感じです、ね。はい、そうです。まあ、それぐらいですかね。スペースちょっと開けといて、何かあった時に入れれるようにちょっと取ってます。あとはまあ冷蔵庫ですね。はいはいはい、こちらに冷蔵庫は何リッターですか。冷蔵庫がですね、はい、前のクレアよりはサイズダウンしたんですよね。え、これサイズダウンしてるんですか。サイズダウンしてるんですよ。不確かで申し訳なくて覚えてないんですけど、はいはい、前のが90でこれが、これが、あ、まあ、今テロップで、テロップで今出てます、はい、こんな感じです。なるほど。そうなんですよ。若干小さくなったんですね。そうです、まあ、ただあのちっちゃくなった分この平面がこう、その前のはちょっとボコって出てたんですけど、デザイン性的にはもうこっちの方が綺麗ですね。すごく良くて、サイズダウンしたおかげでここの棚が広がったんですよ。なるほどなるほど。そうなんですよ。ここもこんなに広くなかったんですね。前のやつは、はい、ここは一緒なんですけど、ここ収納が増えたって感じですね。これちなみに冷蔵庫は使われます。もちろんもちろん。あ、じゃあこれはもう、はい、普通に使います。またビールとウイスキーとかしか入ってないんですけど、これはあれですね、旅に応じて変わる、はい、そうですね。一応これ両開きになってて、こっちからも一応開くように。これ両開き、これ標準ですか。これ標準です。今みんな両開きなんですね。なんかこれは両開きみたいですね、はい、これで今のクレアとかは全部両開きです、はいはいはい、ベッドから飲み物が、はい、一応使えなく取れるよっていうあれみたいですね。そうなんですね、はい、とここに液晶がついたんで、ちょっとこう設定しやすいのがすごく液晶、はい、ここにボタンがあって、はいはいはい、いろいろこう変えれるんですよね。こう押していくと、はい、こうやって変えれるんですよね。へえ。だからまあなんかそのあたりはやりやすくなったかなと思います。はいはい、これもでも標準で、ね、そうですそうです。これ長押しするとこう電源も切れるんで。ああ、なるほどなるほど。はい、冷蔵庫使わないとかでも簡単にこうオフにできるのはすごく便利かなと思います。いいですね、はい。いや、キッチンもなかなか面白いですね。なんか思ってたのよりか全然違いました、ね。あ、そうですか。形は基本的にはこのまんまではありますね。まあ、若干じゃ装備が変わったり大きさが変わったりっていうような。そうですね。ちなみにこれ電子レンジじゃないですか。はい。これ使います。あ、使います使います。やっぱこれは使うんですね。結構そうですね、やっぱ佐藤のご飯が多いんで。いや、そう、わかりますね。あの炊かないんで、もうこれで、はいはい、使いますね。あ、でも基本的に結構作ることが多いので、夜はですね、はい、僕があのこの車内でご飯食べるのが好きなので、はい、そうで、やっぱそこで飲みたい
し、はい、そこで寝たいので、はい、基本夜はなんかあんまり外食は少ないんですよね。なるほどなるほど、はい、でその時にまあご飯子供たちが食べたいっていう時に使う感じです。コンビニでなんか買ったりってあんまりないので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。お弁当温めとかっていうのはあんまりないんですけど。あ、じゃあ本当に佐藤のご飯専用機みたいな感じですね。結構それに近いと思います。もう圧倒的に多分ご飯で温める率が高いと思います。じゃあちょっとこのごめんなさい、キッチンか、はい、あ、これですね、はい、ここが多分一番僕あんまり見せたくないゾーンかもしれないです。ゆうすけさんの動画でマルチルームって出てこないじゃないですか。そうですよね。見たことないですもん。だって確かに映してないと思います。まあ、あるはありますけどこれどうなってるんですか。これですね、まあ、基本的にもう荷物入れです。いろんなものここに。そうです、もうめっちゃ掘り込んでるっていうこの一番開かずの間基本的にクローゼットにしてて、あ、はいはいはい、はい、で下になんかガヤッと置いてるような感じです、はい。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。別に一回確認します大丈夫ですよろしいでしょうか、はいはい、じゃあまずですね、開けると一応この鏡を、はい、置いてます。後付けですか。あ、そうですそうですそうです、なんか割れない鏡みたいなのがあったので、両面テープで貼ってます、はいはい。まあ、これちょっともうちょっと買って姿鏡にしてもいいなとは思ってるんですけど。確かに確かに、はい、あ、でもなんか想像と違いますなんかちゃんとしてました。めっちゃあのハンガーの数異常なほど多いんですよでもこれはやっぱでも人数そう、みんななんかいるとやっぱりハンガー、そう、必要になってくるんですよね。これちなみにこのハンガーのこれかけてる、これあるじゃないですか、はい、最初こっちついてるんですか。あ、このハンガーラックですか、はい、あ、これはあの後付けでつけてもらいました。そうですよね、はい、これはないですよね。納車時の時にこういうの、あの前の青クレアの時もつけてもらってたんで。あ、そうなんですね、はい、つけてくださいということで。服があって。そうです。で、うちのワンコのベッドとか、あとは踏み台とかですね。 あ、はいはいはい、あとはこの、あ、後ろのはしごですね、はい、あとはこのお座敷テーブルですね。あ、でもなんか言うてそんなにパンパンではないですね。あ、そうですか。なんかちょっと想像と違いました。もう一番なんか気になるポイントですこの直し方があとは扇風機とか。基本的にはいわゆるそのマルチの使い方で、はい、今多いそのトイレだとか、はい、そういったものは特に使わずってことですか。そうですね、まあトイレは本当はちょっと気にはなってるんですけど、何、はいはい、まあ、かあった時とか、はい、まあ、さっき言ったように僕基本的に RV パークで車中泊が多いので、はい、まあ、トイレで困ることはないんですけど、やっぱりこう雨降った時とかっていうのは確かに面倒だなって思うことがあるので、はい、そういう時に、できたら便利なんだろうなっていうのはあるんですけど、面倒くさそうっていう想像はできるんですけど、意外とそこまで大雨の時に車中泊っていうのはあんまりないので、そこの費用対効果が合うのかどうなのかなっていうので、なかなかまだやれてないというか。じゃあまあ先行ってもしかしたらちょっと変えるかもしれない。でもずっと気にはなってますね。あ、うん、まあ、子供が小さければ多分入れてると思うんですけど、そうですね、意外と大丈夫なんで、はいはい、その我慢ができるというかですね漏らすことはないというか、なのでまあなんとかなってるかなって感じです、はい。じゃあ意外とマルチはじゃあそこまで、他のとこはすごいこだわりが強かったですけどそう、ここは唯一こだわりが、ここはなんかちょっとやばいやつはファッてこうファッとこう直す場所なんで、ね、で一番後ろが、まあ、ベッド。あ、ベッドですね、はい。これベッドは、はい、これはダブルなんですか。一応セミダブル。あ、セミダブル、はい、ちょっとこう、そうですね、全然大人2人は、はいはいはい、全然寝れるのかなとは思います。ここも棚が、はい、これ2つずついてますね。そうです、2つずつ。あとこっち側にもあるんですよね。ああ、はいはい、はい、あ、これ奥の方がちょっとちっちゃいんですかね。そうですね、奥側の収納は少し小さめになると思います。あ、マルチがあるからってことですね。そうですね。あ、でこのエアコンの横なんかあれなんですね、ラックがあるんですね。そうなんですよ、この左右にですね。前のクレアはなかったんですけど。あ、これ今回から。そうなんですよ。ただあれの使い道が未だにちょっとこう迷走中で。あ、これカーテンついてるんですね。あ、そうなんですよ、ここのカーテンは本当必須で、はいはい、やっぱもう娘が年頃なんで、はいはい、着替える時はもうこの中でカーテンをして、これ閉めて、はい、着替えてもらったりして、もういちいちこう外に出てっていうのはめんどくさいので、はいはいはい、この中で着替えてっていう。女性陣はだからここでこのベッドに上がって着替えてもらってます、はいはい、ここのですね、はしごは基本的に使わないので、これをだいたい常備して。なるほど、それでそこ、はい、それが入ってる。そうなんですよ、これ結構簡単に広がるんで、はい、ここを1段増やして登ってるような感じです。こうやってで邪魔だったらこれすぐこうやって閉じるんで、はいはいはい、こうしとけばマルチルームも開くんでですね、問題なく、はい、こうやって。あ、確かに確かに、はい、これ結構便利で、
重宝しております。これ普段寝られるときは、はい、ゆうすけさんがここなんですか、それとも奥さんが、夫婦2人だと夫婦2人で寝ます。あ、ここで寝て、はい、で家族で行くときは、家族で行くと奥さんと子供のどっちか、はいはいはい、で僕がここをベッド展開して、 あ、そうなんですね、はい、こっちなんですね。そうなんですよ、だ結構僕ここ寝る率高い意外そうなんですよ。でもう一人がバンクベッドだったりとか、はい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 、ここでも一人めっちゃ優雅ですね。そうなんですよめっちゃいいスペースですよね。うちあの家族6人の時とかもあるんで、はい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 、そういう時は父母、はいはい、僕、はい、で3人バンクベッド、はい、でも奥さんのところ、あ、まず全然3人いけちゃいますよね。これ全然いけます。背高いし、奥側に向かって足でこう、はいはいはい、横向きじゃなくて縦寝にしてますね。あ、そうなんですよ、そういう使い方が。あ、でも面白いですね。一人の時とまた家族の時とで寝るとこも変えれるし。そうですね、使い方いろいろできていいですよね、このタイプって。そう、意外とここはここで結構好きで、はい、ここで寝るのもちなみにそこの上の棚は大丈夫ですか、開けて。これは確認しましょう、はい、適当で僕の寝巻きが、あ、そういうことですか、はい、常備してます。あ、こういうふうに適当にぐるぐるっとポーンと置いてるような感じです。僕がやっぱ車中泊、はい、ほぼ毎週で行くんで、はいはい、いちいち持っていくのもめんどくさいんで、はい、基本的には積みっぱしてある程度あれしたら、はいはい、下ろすみたいな、洗濯するみたいな、はいはいはい、とあとはケトルです。ケトルはそこに来るんですか、ね、はい、ここに。あ、意外、ケトルも意外と使うんで、まあ、こっからまだギリ手が届く範囲で置いてます。あ、まあ、ここは基本的に届くやつにしてます。でこっちはなんか凝固剤とかですね。あ、はい、水の固めるやつ。そうです、一応ちょっと流しがない場合もあったりするので。なるほどなるほど。あ、じゃあ緊急用は一応考えてるんですね。そうですそうです、あとはですね、このこう救急箱的な、あ、はい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 、一応何かあった時、これはもう防災も兼ねてる。あ、そうですね。あとはこういう職業が美容師なので、あのこういうシャンプートリートメントは大量にこの試供品があるからですね、あの積んでるんですよ。大きいやつで運ぶのが、あ、まあ、めんどくさい、めんどくさいなと思って、このであ、男用女用で分かれるじゃないですか。だからそういう時にもうホイホイって渡して、へえ、さすがプロですね。いやいや、いつも持ってるところ。そうです、こういうのが積んであります。あとはもうほんと適当に何かあった時のこう手袋とか、あとはやっぱマスクとかですかね。あ、はい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 、はい、意外と衛生用品がそこ多いんですね。そうですね。なるほど。あとはなんかこういうオニピタとか、はい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 、そういったものがなんか適当にベッってこうここは本当適当ですねだからまあ基本的にここはもう開くことがないですよね、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、じゃあ本当緊急時ですね。そうですね。でさっきのここですね、なんかこれいいよっていうのが、逆に教えてほしいですね。そう、教えてほしいんですよこれもう皆さんの使い方をぜひ教えてもらいたい。納車動画で一応言ったんですけど 誰も答えてくれなかったんですで、今度この手前側ですね、はい、これはティッシュの替えとかお箸の替えとか、意外とやっぱみんなやっぱ入れますよね。そうですね、ティッシュはちょっとなくなると困るんで、はいはいはい、紙コップとか、はい、あんま使わなくなったあのミニホットプレートみたいな、誰か欲しい方いれば直接会える方いれば差し上げますんでっていうやつが入ってますね。であとはここはあのみんなで遊ぶ用のおもちゃが入ってます。はいはいはい、このブロックス結構面白い。あとはこのジェンガですね、はい、これやって分かったんですけど、はい、キャンピングカーとジェンガって相性悪いですね。あの、まあ、バラバラ興奮してわーとか言うじゃないですか、揺れるんで、あの崩れるんですよ興奮する子がいると向かないです。それぐらいですかね。あとはこうタコ足入れてたりとか、はい、してます。そんな感じ。いや、面白いですねこれは意外。意外とこう、なんか時間ある時とかみんなで、なんかこういうキャンピングカーだからこそこういうアナログなやつが意外と盛り上がるんですよ。確かに。あのゲームっていうよりはこういうちょっとボードゲームじゃないんですけど、こういうやつの方が結構、はい、あ、まあ、言われてみればそうですよ。なかなか家でしないじゃないですか。やんないです、やんないです。でまたゆうすけさんがこういうの持ってることが意外です本当ですか。常にハイテクなゲームしか持ってないイメージこういうやつでみんなで楽しむ方が面白かったりしますね。へー、いや、なんかちょっと想像と違いましたもう片っぽこのベッドのところでいうと、このバンクベッドがあるじゃないですか。バンクベッドは基本的にはそんなに使わない。そうですね、もう基本的にはもう僕はここを荷物置きにしてることが多いです。こういうポータブル電源とか、は
あとカメラ機材ですね。あと着替えをここに集約して、はいはいはい、ここにですね結構荷物を置いてると、はい、運転中ここ割とガタガタ言うんですね。言いますね、ガタガタ言います。さすがにこれはもうマックスですけど、はいはい、まあ、多少置いてると全然ガタガタしなくなるので、まあ、それも兼ねてここを荷物置きにすることが、あ、ちょっと重りをかけてみたいな。そうですそうです。もともとでも大人3人寝れる設計ですもんね。そうなんですよ。なので全然余裕ですよね。はい、問題なく使えてます。これポタ電は、はい、AC180 と AC70、はい、最新ですね。そうなんですよ。でここで、まあ、一応コンセントをつけて、こんなとこついてるんですね。そうなんですよ。ホタ電を充電するのにそこに、はい、いいですね。ちょうどいいところに。そうなんです。基本的にここに置くので、はいはいはい、線が届くんですね。へえ。でこういう感じですね。じゃあ基本的には持ってきたものをここに置くっていう。あ、そうですそうです。だから結構うちはあの、はい、直さないんですよね、棚に。あ、そういうことですね。結構直される方多いと思うんですけど、はいはいはい、うちはもうこっからそのまま直で、はい、直で取り出していくって感じです。いや、でもなんかちょっとまた違う使い方で面白いです。あ、本当ですか。そしたら次この電気周り見させていただきたいんですけども、はい、もうなんかこのコンセントがこだわりですよ。そうなんですよ。ここもですねちょっと黒にしたくて、ここまずこれを変えたんですよね。普通のスイッチじゃないですもんね。そうなんですよ。物理スイッチだったんですけど、はいはい、一時期その部品が入らない時があったんですよ。このタッチパネル式のスイッチになってるクレアが一定期間あったんですよ。あ、じゃあ元々あった。そうなんですよ。そのクレアを僕が見ていて、はい、どうせ乗り換えるんだったらこっちがいいと思って、これにしてくれと、はい、で変えてもらいました。これちなみに青いのと白いのってですか、違いって何なの。これはですね、青い方がオンになってるって感じです。あ、こういう風に、はい、で白だと切れてるでしょ。はい、めっちゃおしゃれですね。これすごい反応良くて、本当にこうこういう風にめっちゃおしゃれ。なぞるだけで押すんじゃないですよね。もうタッチセンサーなんで。はい、どうぞどうぞ。あ、本当だ。これボタンじゃないっす。そうです、ボタンじゃないっす。どういうこと。タッチタッチですね。ほら。こんなのある。それの使い心地もすごい良くて、はいはいはい、はい、まあ、とにかくあの側も黒なんで、もうだってコンセント今多分映ってないっすもん、ちゃんと。そうですよね。なんか真っ黒に何個もあるみたいな。ここ映しにくいですよね。そうそうそう。これ横のも、これもスイッチ。はい、これがですね、はい、あの足元スイッチになって、こことですね、このテーブルの下も光るんですけど、それ連動してて、はい、そこのスイッチになるんですよね。あ、これは照明自体はもともとついてる。あ、これももともとです。で、このスイッチだけちょっと色が変わったってことですね。そうです、これもあの黒にしました。そう、最初これにしてここを黒に変えて、でやっぱりじゃあここも変えたいなっていうことで、ここも黒。少しずつ黒くなってる。そうです、徐々にここは。そうです、これ最新で、これあのまだ動画に出てないぐらい最新の黒い、はい、最新の黒いところです。電気でいうと、はい、そっちがまあメインのスイッチ。あ、そうですね、これも標準のスイッチ、はい、でインバーター、インバーターです。でボトルニックもこれも標準で。あ、そうですね。これリチウム。リチウムです。400ぐらいですか。あ、400です。そうですよね、はい、でハイパーエボ、ハイパーエボリューションネオですね。ネオです、はい、これも、あ、これあれですか。これ FF です。あ、これ FF あれですね。これも変わったんですよね。前はあのベバストだったんですけど、そうですよね、ボーダーと一緒のやつになったみたいですね。これなんか分かりやすくていいですね。そうですね、こう赤くなるんで。あ、これ標準です。標準です。あ、標準です。はい、もうコントローラーがつく感じです。上がテレビと、はい、テレビと、あとはそのテレビの音を出すスピーカーで、はい、と時計ですね。ちなみにテレビって使います？正直あんまり使わないです、ね、やっぱそうですよね。そうなんですよ。意外とこの Apple TV とか後ろに置いて、はい、Netflix とか見れるようにはしてるんですけど、はい、正直もう携帯の方が早くてスマホで見ちゃうことが多くて。そうなんです。まあもう本当なんかこうちょっと大きく見たい時ぐらいですね。そうですね、みんなで何かをキャンピングカーで見るってことがなかったので。なるほどな。意外と使わないかなっていう。いや、そうなんですよ、ね、そうなんです。で、ごめんなさい、ちょっと気になったんですけど、はい、この上の、はい、このマックスファン、そうですね、これマックスファンカバーって言って、はいはい、カバーされてるんですよね。ここを開けるとマックスファンが見てるんですよ。なので、はい、まあ、日差しをこう遮断してくれるっていう、はいはいはい、やつ で照明付き。そうなんですよ。この照明付きとなしのバージョンもあって。あ、そうなんですね。そうなんですよ。自分がこの照明のこの明るさがすごく好きで、はいはいはい、照明付きにしてます。で、一応ここにボタンがはい、あってこうオンオフ、ここでもできるんですけど、はい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 、基本的にあのここ
マックスファンが通電してないと、はい、消えるんです。あ、じゃあ別にここで消してもいい感じ。そうです、そうです、どこでもなんかピッてなるんで。マックスファンは電動ですか？違うんですよ。電動が良かったんですけど、はいはい、まあ、結構やっぱ壊れやすいって聞いて、はいはいはい、まあ、もう手動でいっかっていう感じです。確かにあんま変わんないですからね。そうですね、はい、でここ一応穴開いてるんで、一応ここをこうしたまんまでも使えるよっていう、はい、そういうことですね。そう、そうみたいな。これいいですね。そうなんですよ。ここのですね、この明るさと、はい、まあ、この辺のダウン系のライトをつける、はい、ちょうど今のこの明るさが大好きで。あ、わかります。この、そうなんですよ。ちょっと言いづらいんですけどこれつかないんですよね。そう、クレアの標準が今こうね、時間的にも夜なんですけど、これつけるとあのこう昼になっちゃうんですよ。あの夜中でこれは結構えぐいので、かといってですね、これだとちょっと暗かったりするんです。確かに確かに、はい、なのでこれがあるとちょうどいいんですよね。この青白い感じもまた結構好きで。そうですね、クレアは白系が多いですよね。そうなんですよね、標準で、はい、上も白ですね。あ、そうですね、この上の棚のところですね。ここも白、はい、これまあ、これが大体基本的な。これはもうナッツさんで購入できる標準オプション。あ、そうです、頼めばつけてもらえます。じゃあこれは皆さんでも全然いけちゃうやつです、はい、問題なく。いや、いいっすね。これでもおしゃれです。すごいありがとうございます。じゃあすいません、いろいろとありがとうございました。はい、とんでもないです。ありがとうございます。もう隅から隅まで今まで見たことなかった部屋もついに確かに確かにこんなに映したのは多分初めてだと思います。そしたらちょっと、はい、あのもう最後になっちゃうんですけども、これちょっと皆さんにもお伺いしてて、はい、まあ、そのキャンピングカーを買ってすごい良かったなって、はい、もう、まあ、メリットだなとか、はい、もうそういうふうにいい点をまあ3つぐらいと、はい、あとちょっとここだけはなんか残念だったなっていうのを1点と、なるほど、はい、これ前回からちょっとお聞きしてるんですけども、はい、あの購入してから一番困ったトラブルみたいなもしあれば、はい、まあ、特になければなしでも大丈夫です。なるほどなるほど、はい、っていうのでまずですね、はい、いい点からじゃあお伺いしてもいいですか。はい、いい点はですね、まあ本当にもう個人的感想なんですけど、はい、まあ、今回はやっぱり自分の好きなようにやっぱ内装もいじったっていうところで大満足、もう好きな空間に完全になってるので、まあ、もっとしたいところはあるんですけど、要望がある程度こう全部こう叶ってるので愛着が半端ないというかですね。確かにこだわりがもう、そうなんですよね、この画角で見ると全部こだわりですよね。机からシートからタイルから前回もクレア 5.3X でもう全く同じ車種になるので、はい、まあ、使い心地はもうあの個人的にはもう気に入ってて、はい、うちはやっぱりあの家族6人とかっていうのもあるので、はい、まあ、しっかり6人の寝れて使用できるっていうのが大前提だったので、はい、まあ、このサイズの方が、はい、まあ、一番いいなっていうのがあったんでですね、使い心地的にはもう変わらず気に入ってるので。あの、じゃあ6人乗られてても、はい、特に不満なく、はい、不満なく。クレアのいいところってそこですよね。そうですね、この空間ちゃんと大人数でも使い切れるっていうのが、うん、いや、そうなんですよ。まあ、やっぱりこう普段の運転とかも、はい、まあ、このサイズ、はい、5.3 ギリギリこれぐらいだったら、はい、いろんなこう観光地とかも、はい、まあ、割と問題なく行けるし、はい、っていうので、まあ、ベストかなと、はい、我が家的にはですね。なるほど、はい、逆に、はい、ちょっとここ残念だなっていうのは、もしもこのクレアだけじゃなくて、はい、前回のクレアも含めてでもいいですけど、あ、なるほど、まあ、キャンピングカー掃除ででもいいですけど、はい、なんかもしあればキャンピングカーという意味では今のところ不満が全然なくて、はいはいはい、ないんですけど、まあ、強いて言うならあのベース車ですね、カムロードが新型になったじゃないですか、はい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 、でタンクがですね80リッターから60リッターにアドブルーの関係でタンクが小さくなったんですよね。それがやっぱりちょっとタンクの減りがかなり気になる。あ、そうか、ゆうすけさんの場合前回は80のディーゼルですもんね。そうなんですよ。なるほど、これはなかなか分からない。そうですよね、やっぱりあのアドブルーになって燃費が良くなったって言ってもやっぱりその20リットルの差は埋めれてないというか、はい、やっぱりこう走行距離は短くなって、はい、ようやく慣れてきたんですけど、ガソリンのメーターあるじゃないですか、はい、まあ、例えばあれ10個だとして、はい、新型になっても同じ10個なので、はい、前の型に比べると減りが早いんですよ、スピードが、はい、だからなんか減り出すとすっごいどんどん減っていくような感覚になって、本当最初の頃はいつこう給油すればいいのかっていうのがちょっとわからなくて、はい、なんかこう関西方面行ってると前はあそこで給油してたけど今回はもうちょっと手前で入れてるなとか、はい、そういった感覚にはなってるのが少し
気になるかな。そうなんですか、ね、そうなんですね。これでもなんかちょっと前者を知らないと分かんない点もあるんで、はい、意外と比較できる方あんまいないから。確かに確かに。ちょっとレアなお話ありがとうございます。そうですね。トラブルみたいのって、あ、納車してありますか。まだないんですよね。強いて言うなら、はい、飛び石被害ぐらい。飛び石あれはそうですよね。あれはまあトラブルしょうがないですね、まあ、そう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 。まあじゃあ逆に言うとそんなまだ、そうですね、今のところ大きなトラブルっていうのはないですね。納車してどれぐらいですか。納車してまだ1年経ってなくて、そうですよね、来年の1月で1年なんで。あ、じゃあもうすぐで。そうそうです、もうすぐ。まあキャンピングカー歴的には今4年目なんですけど、はい、この4年間でもないんですよ。そんなにトータルしてやばみたいなのが、高架下に突っ込んだとかそんなもないし、はいはいはい、意外とですね壊れてないんですよ。あ、そうなんですね、はい、それもまたなんかちょっと逆に貴重な話で、まあ、それもあったんでやっぱちょっとまたクレアにしたっていうのはあるのかもしれないです、個人的には。そうですよね、はい、確かに何もない方が絶対いいっすもんね、はい、そうなんですよね、まあ、特に僕は北九州なので、はい、本社が結構近いんですよね、はい、あの、まあ、それもあるので、はい、まあ、なんかあった時もちょっと対処してもらいやすいですしっていうので、はい、まあ、あ、じゃあ逆にそれはいい情報ですね。そうですね、やっぱり皆さん何かしら絶対あって。いや、そうですよね。でその話をよく聞くようになったんで、オーナーズでもちょっと聞いてみようかなっていうふうに最近してて、はい、これは、まあ、もうすぐ丸1年だけど、そうです、ね、特にないってことですね。今のところ、はい、ないですね。 ありがとうございます。いや、とんでもない。ちょっとじゃあもうすいませんですけど、長々といやいや、とんでもないです。いろいろと撮らせていただいて。大丈夫だったでしょうか。もう本当にありがとうございます。なんかちょっといつもとまた違う感じで僕も撮れました。いや、僕もあの撮られることがそんなにないのでめちゃめちゃ緊張しましたけど、大丈夫やったでしょうか。はい、ということで、はい、今回ですね、ゆうすけさんの方に新型クレアを紹介していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で今後もですね、はい、こういった形で、キャンピングカーオーナーズまた続けていきたいと思いますので、ぜひ、他の動画も見ていただけると嬉しいです。はい、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ありがとうございます最後までご視聴いただきありがとうございます、次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。くたばー。